茨城県桜川市真壁町古城にあった戦国時代の日本の城。大城市の一族である真壁市が代々支配した国の史跡。真壁駅跡の東に位置し、河山系の足尾山清六にある大地城に築かれた連閣式の平城である。また、古代の真壁軍家が存在したとも言われ、真壁軍の中心地に位置していた。 中央の本丸を同心円上に囲む二の丸がある。ほか二の丸の東側に三の角、四の角が続き、外角南東端には、鹿島神社が祀られている。水記は、上安二年と伝わる。大城、直美幹の子、長幹が、真壁軍に入って、真壁市を名乗り、軍家の場所に築城した。以来、真壁市の居城として続いた。文献上で、 真壁城が所出するのは、広告2年12月で、北畠地下房の、五方城として、真壁城が見え、南朝方の城であった。後北朝方に立場を変え、真壁氏は、自動職を有している。欧米三十年、真壁慶美城の時をぐり三つるえの乱におぐり方で、参加したため足利持ち宇軍によって落城したが、その後の混乱の中で喜び美のいとこ、朝美が、 新壁に復権した。十七代久し幹の時に、次男義幹が、柿岡城に分家し、十八代市幹に至って、老いの柿岡城主房幹に家督を譲ったため、真壁城は、真壁本家の城ではなくなった。その後、慶長七年佐竹市の秋田天保の際、佐竹市の家臣団化していた真壁べもで若く野だへ移住し、真壁城は、空城となった。その後、 慶長11年、浅野長政が、隠居領として、幕壁藩五万国を与えられ、同16年に長政の後を継いで、幕壁城に浅野長重が入城した。現場8年、浅野長重は火増され、新壁は領有し続ける者の日立笠間城へ移動となり、幕壁城は、廃城となった。城門の内役員が、おのおの一棟、学法寺黒門。 個人宅表門として移築され現存している。縄張りは、本丸伊藤は、良好に残るが、二の丸の西側伊勢はほぼ市街地化し消滅している。本来は、真壁町古城地区全域が、上域にあたる。古城地区の西に大手前の地名が残っており、同地近辺が大手だったと伝わっている。本丸跡には、旧真壁町立体育館があり、二の丸跡には、 体育館建設での残土が盛られているなど中枢部の保存状態は良くない。建物以降も検出されるのは痕跡のみが多く、廃城となった際に撤去されたためと考えられている。1934年以来、本丸の一部が茨城県指定史跡となっていたが、1994年10月28日に国の史跡に指定された。 1997年以降発掘調査が続けられており、成果に基づき外極林の土塁や号が復元されている。また、中城の発掘調査では、水路や池を伴う大規模な庭園の移行とともに、茶室や農部隊と思われる建物群の痕跡が検出され、その規模は茨城県内でも最大級と見られている。ありがとうございます。